来場者と放たれた言葉、多数派で痛くて全て受け入れて、なびかれ進む先、心地よくなって仮面かぶり始めた少年時代。否定される恐怖、理解されない心、誰も味方なんていない気がして、自分を否定し偽り殺す、守るために無責任な言葉が命を奪う。このままじゃダメなんだよ。このままじゃダメだろうが。